始めましょうかね。始めていきましょう。ちょっと始める前にね、ちょっと皆さん聞いてくださいよ。今ね、現場に来る前にね、ちょっとホテルに、チェックインしてきたんですけども、ホテルからね、出てくる。マイク入ってない。入ってない。入ってる？入ってる？入ってる？マイク。OK？ 大丈夫かな？入ってる？はい。チェックインしてきたんですけど、まあ、現場に行くたびにちょっと鍵預けて、外出たんですよ。ね、扉からバーって。そしたら、なんか、50人ぐらい大人がブワーっていて、あとカメラがすごいこういう風に、みんなこうカメラを狙ってて、すごい報道陣がブワーっていて、はっ！って、俺なんかやっちゃった？と思って、すごいなんかドキドキドキでしたら、後ろからなんか有名な方が、SP 連れた有名な方がブワー入ってって、はい。なんか、あ、俺じゃなかったの？って、そのままこう、タクシーに乗って、報道陣全員、うわーって言っちゃったんですけど、私ポツーンとなんか、え、何があったの今って。え、って。ねえ、すごいね。なんか俺、すごい、夢見たシーンだったぞ、なんか。俺やっちゃったのかっていうようなね。まあそんな話はどうでもいいとしまして、そのね、すごい VIP も泊まってるようなホテルに今日泊まらせていただけるということで、やっていきましょう。さあ、始まりました。本日の東海劇 TV 月曜日、3時間目はですね、この私、ガッチマンが担当させていただきます。どうぞよろしくお願いします。はい。そしてね、今日のガッチマンデーチャンネルなんですけど、まあ、公式ということでございまして、ガッチマンデープレミアムということでございます。まあ、ガッチマンデープロフェッショナルでもいいんですけども、まあ、普通の毎週月曜日にやってるガッチマンデーではなくですね、ちょっと、プレミアム感を出して、1カメ、2カメでお送りさせていただいております。2カメ制ですよ、これ。すごいね。ね、いつもやってる時の方が広いんですけどね、まあ、ここはすごいということで、はい。さらにですね、ちなみに皆様ね、9月1日から始まっている東海劇 TV、 皆様気になったゲームは面白かった番組などはありますかね。1日からやってるんですよ、この東海劇 TV。 皆さん今まで見ていきましたか？誰の番組を見て面白かったですかね。そういうふうに言うと、レトのやつ、ときめも、知らなかった。レト、ウッシー、ドグマさん、トロステーション、ガッチさん、ガッチさん若い。ありがとうございます。ドグマさん、牛沢さん、ウッシー。なんか、身内ばっかりですね。つか、そりゃそうか。ね。ガッチさんが初。なるほど。ウッシーの見た。ウッシー何やったんだろうね。ウッシー。小島さんもやったのか。レトさん。レトさんもやった。ハミツ。なるほど。あ、レトさん多いですね。なるほど。レトさんの番組。レトさんもときめもやったのか。いいお友達。なるほど。盛り上がってますね、これね。1日からやってきましたけどね。採用でやったの？やってないんじゃないかな。まだまだこれから続くということでございますのでね、ぜひぜひ皆さんこれからね、東海劇までぜひよろしくお願いします。長いですけどね、東海劇まで。さて、ではですね、今日はですね、記念すべきガッチマンデープレミアムの第1回放送ということでございますので、皆さんね、ご満足いただけるようなゲームを用意いたしました。本日用意したのはこちらでございます。はい。後ろにポスターもございますが、8月27日にプレイステーション4で発売になりましたアンティルドーンでございます。はい、アンティルドーンでございます。はい、こちらのゲームですね。はい、まあなんでしょうね、アンティルドーンなんですが、まあ簡単に説明させていただきますと、まあ雪が降り積もる、まあ山奥でですね、とある山荘で、バケーションを楽しむ8人の男女ですね、がもうね、こうね、山荘ですよ、雪山で8人の男女、もう起きることは決まってるじゃないですか。もう決まってますよね、皆さん分かってますよね。これこう今日放送でやっちゃっていいんかね、大丈夫ですかね。なんていうのかな、まあ皆さんが考えてはね、その若い男女がね、8人山荘なんかに閉じ込められたらね、それはもう悲報感ですよ。世の中の悲報感でございますけど、その悲報感ってありますけれども、まあポスターを見ていただくと、まあ運命は、繊細なね、些細な選択から動き出すって書いてあります。そうですよね、これ些細なことですよ。今回でテーマがバタフライエフェクトということでございまして、まあ小さなね、蝶の羽ばたき一つで大きくその後物語が変わってきてしまうというね、がテーマのゲームでございますね。まあだからとりあえずね、皆さん身構えてると思うんですけど、大丈夫です、大丈夫ね。ほら、ホームコメディーですよ。ね、皆さんホームコメディーでございますので、そのね、こうこわばらずに見ていただければと思います。正式タイトルがですね、アンティルドーン
三撃の三層です。はい、やっていきたいと思います。ね、大丈夫です。三撃なんて、サブタイトルだからそれは。サブタイトルで三撃の三層って言ってるだけなんで、全然大丈夫です。あ、ちなみに Z 姿勢ですけども、はい、行きましょう。はい、ほらね、Z 姿勢ってほら、いろんな意味も含めて Z 姿勢だからね。もしかしたらほらね、その、秘宝感的な意味での Z 姿勢かもしれないです。じゃあまずね、始めていく前にですね、今回はあの冒頭から始めると、まあ、そのみんながですね、8人が集まるところからスタートして、まあ、いろんなことをや、ね、人間関係のやり取りがあるので、なんていうのかな、こう具体的なシーンにちょっと行くまでに1時間を超えてしまうので、今回は途中から皆さんに、いいところのシーンから見ていただこうと思うんですが、とりあえずですね、登場人物が皆さん分からないと思うので、これフリップにまとめてあります。今簡単に説明しますんで、これちょっとね、フリップを見ていただこうと思います。はい、まあ登場人物、まあ8人のこちらが主人公なんですけれども、この仲良しグループですね、ちょっとこれフリップ暗いですね、全般的にね。はい、サム、アシュリー、マイク、ジェシカ、ジョッシュ、クリス、エミリー、マットというこの8人の仲良しグループがいるんですが、実は1年前にこの山荘で、ジョッシュの妹、双子の兄弟姉妹ですねと、この10人でまあバカンスをしていたね、はい、していたんですが、ちょっと悪ふざけをしまして、サム以外ですね、サム、ジョッシュ、クリス以外、この残りのこの5人がベスをちょっとね、ベスはちょっとこのマイクに恋心を抱いてるんですが、それを逆手にとってちょっと悪ふざけでちょっとベスを傷つけてしまったと。で、その時にごめんなさい、ハンナです、ごめんなさい、間違えた、こっちがベスでこっちがハンナ、逆ですねこれね。はい、ハンナがまあちょっとそれで傷ついて飛び出していってしまって、そしてそれを追ってったベスも2人とも行方不明になってしまうと。はい、この2人が行方不明になってしまうと。で、もう完全に行方不明になった後1年が経つわけですね。カメラよれ、ちょっと私のマイクがあるんでね、ちょっと見えるか、ちょっと待ってね、はいはい、ちょっとお待ちくださいね。まあやってしまうというか、マイクがまあこれで悪さをしてしまった結果、この2人は行方不明になってしまうと。はい、その後このまあ、ジョッシュがですね、まあ落ち込んでいたんですが、ジョッシュがもう一度このね、2人はいなくなってしまったけど、このメンバーでこの山荘に集まってあのみんなと休日を過ごしたいということで、今回はここからスタートします。まあここのさ、もう俺は平気だ、あの妹たちのことはもう大丈夫だ、だからまた今年もみんなで一緒に過ごしたいということで、はい、それで今回の8人が集まってこの山荘に来ますと。はい、まあ、ここまでいいですね。これがまあ大まかな話です。で、今回始めるところはどこかというと、ですね、まずここがドロドロなんですよ。マイクとエミリーが元恋人、今は違う、エミリーとマットが今恋人で、ジェシカとこのマイクが恋人なんですけど、もうぐちゃぐちゃなんですね。だからもうエミリーとマイクがとにかく喧嘩をする、それにジェシカが煽る、マイクがオロオロすると、そんな状況なので、ジョシュがお前らいい加減にしろと、せっかく集まったのに何なんだって、ちょっと離れにペンションっていうか、ペンションがあるから、コテージかがあるので、そっちでちょっと2人で見てこいよと、恋人同士で、どうせお前らあんなことこんなことするんだろと気を使ってね言って、マイクとジョシカがを2人がを別の離れに今あの行かせたと。そっからスタートします。これから締め事が行われるシーンから皆さんに見ていただこうと思うんですが、その締め事がまさに始まる瞬間にちょっと外に異変があった、外の異変があって、その外の異変を見に行って、ちょっとまあね、どうせ誰かが悪いさせてこの2人の、ね、仲を妬んで、いたずらしてるんでしょと。でジェシカが怒って外に行ったところからスタートします。何者かにその後ね襲われるシーンからスタートします。ちょっとそこをね見ていただければ、ちょっとごめんなさい長いですけどね、ちょっと長かったけど分かるかな。とりあえずまあドロドロ関係で今この2人は孤立していますと。そっからスタートです。行きましょう。はい、じゃあゲーム画面お願いします。あー、すいません、なんかね10分も話しちゃったね。うん、じゃあアンティルドーンでございまして、早速エピソード
ちょっとエピソードから選んだ方がいいですよね、これね。はい、ちょっとあんまりネタバレになっちゃうのでとりあえずですね、死の警告、嫉妬、孤独、そして、ここからスタートですね。はい、エピソード4からスタートです。これまでのアンテルドーンが流れます。私はもうプレイ済みです。まあ、これまでに、ハンナとベスが死ぬ、そして、まあ、ビジャーボードで、彼女が警告をしてくる。で、ペンションでは謎の、男にアシュリーがとクリスが襲われると。でイチャイチャしているマイクとジェシカを何者かが襲うというシーンです。でジェシカが連れ去られると。ここからスタートです。さあ、まあ、コテージ、まさしく、あ、音はちっちゃい、声はちっちゃいっけ、ゲーム音はちっちゃい。今ジェシカがさらわれました。近道を行く、道をたどるとありますが、とりあえずですね、どちらがいいか、これ選択肢決めます。でどっちを選ぶかはその本人次第なんですけど、まあとりあえず今回は近道行きましょう。一刻を争いますのでね、それはもう基本コントロールを落とします。で、こういう風にボタンを押して、先に失敗するとどうなるかというと落ちますこんな感じです。寒い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 。ボタンを失敗するとかっこ悪いことになるんですね。あるいは場合によっては死にます。はい、さあちょっと寒い思いしてしまいましたが、行きましょう。まあ選択肢があるんですが、時間があるので、制限時間があるので、今回はですね、皆さん私にお任せくださいね。この8人が無事に、生き残れるかどうかはですね、まあ、私次第なんですけど、それはですね、まあ、私にお任せください、はい、悪いようにはしません、はい、できればですね、みんながどんどん苦しんでいただく方の選択肢を選んでいこうかなというふうに思っております、ね、まあ、惨劇でございますからね、なるべく惨劇の方を見ていただこうかな。そんなあとは分かんないですよ。あくまでね、楽しくいきましょう。さあマイクが、まあ、ジェシカを追います。何者かに引っ張られています。今ジェシカは、あ、バッテリーが、ちょっとバッテリーが、あかん、バッテリーどこだしまった、ちょっと待って、バッテリーが痛い、 PS4 のバッテリーがない、ちょっと待ってね、 PS4 はどこだ、現実がやばい、飛びます、やばい、切れた、やっぱりこのシーンで切れるとは。これ変えられない、今コードあります、コードあと PS4 どこにあります、これか、マジか大丈夫かな、他にないですか、コード、あー、じゃあ入れ替えるしかないですね。ちょっと待って、今じゃあちょっとお待ちください。これはじゃあ一回切るしかないな。待ってね、コントローラーを入れ替えるにはこっちでやるしかないな。動かねえかな、よし、 OK、 大丈夫だすいません、今いいシーンなのに申し訳ない。はい、すいません、じゃあ再開してください。はい、もう一回いきます。再開します。飛びます、もう一回、もしかして今落ちたかな、じゃあ
ちなみにこれが、選択肢によって大きく物語は変わっていきます。例えばこれ道をたどるのか滑り降りて早く行くのか、これはもうあの選択肢によって変わりますけども、まあ今回滑り落ちましょう。あーくそー、はい、危ない。まあ見事着地しました。ただ明かりもなくなってしまった。なんで寒そうかというとですね、今イチャイチャしてたからです。声がちっちゃい。ちょっと待ってください。今音をじゃあチェックしますね。設定、音声、セリフの音声は前、なるほど。じゃあ字幕入れましょう。音声がちょっとちっちゃいので字幕を入れます。あるいはちょっとSE と、ごめんなさい、 SE と、BGM を落としたので、これでゲームの音を全般的に上げてもらっていいですか。じゃあいきます。どうした、ジェシカー。あ、いい感じ。さあということで、ジェシカが助けてという声があったんですが、ちょっと今見ていただきたいのがですね、どこだっけ、今行け、まあ、設定じゃなくてここじゃないや、今行くぞ。これはですね、これ今ステータスなんですが、これキャラクターによってその行動によってこのステータスが変わってきます。だから今マイクの性格がですね、まあ勇敢な性格として今パラメータ振り切ってます。ロマンチックとかムードメーカーとかね、これは今までプレイしてきた方のですね、まあ性格が出てるとか、ね、はい。だから多分今日ね、このドワンゴのサフさんがやってきたんですが、かなり勇敢なマイクをですね育ててくれたと思うんです。私のマイクはですね、寛大さが全くなかったですね全く寛大さがない、本当に、ダメな男だったんですけど、まあこれがちょっとステータスが影響すると。でジェスと仲がいいとね、まあ、こんな感じのステータスにも若干影響を及ぼしております。さあで、まあ、すごいのがね、このゲームのこの手で持ってるランタンを見ていただきたいんですが、今手で持ってますよね。これ十字キーで動かせます。上向けたら上に行く、下向けたら下にする、左にすれば左、右と、こういうね細かい操作もちゃんとできますね。どこって、だから見上げるシーンとかも見えますので、妙にリアルですよこれ。ここまで来ましたよゲームは。いよいよゲームはここまで来ました。まあ私もいろいろねゲームの宣伝の仕事とかしてますけども、これはね結構声を大にしてこのゲームは進めたいですね。そしてこれトーテムポール、これを握って迎えると、はい、ドゥン。このトーテムポールは、まあ、未来の予言が書いてある、まあ、それが導きだったんですけど、場合によっては死を司るトーテムポールもあって、それを見ることによってそれの情報で未来を回避することもできる、まあ、犬とは仲良くするといいんじゃねえのかなという感じのものでございますね。逆に犬を蹴り倒してもいいわけですけど、ジェシカ助けて。さあジェシカ、こんなに助けて言ってますが、走らないマイク、一切走らないマイク、ガチマンですね。私こういう、ゲーム実況のプレイ普段からよくしてます。最近やってなかったですけどね、こっちが一応主なのでね、こういうプレイスタイルでやっております。さあジェス、全く走りませんマイク。そんな、あ、嘘だ、そんなジェシカ、そんなジェス、ジェス大丈夫か、助けて。で、R2 でサワー触ろうとしたら凝っちゃいました。さあ標的が上にいるんじゃないかと、なので、撃ちます。
当たったかどうかは分かりません。時間内に丸に打ち込むんですけど、今一応打ちましたけどね、当たったかな。さあ犯人らしきものを追っていきます。さあ、安全に行くか急いで行くか、これは難しいですね。これ時間選択がまああるんで、皆さんどっちがいいと思いますか。急いだ方がいい、急ぐ、わかりました。じゃあ急ぎましょう。急ぐが早かったので急ぐ行きましょう。ただ私失敗するかもしれないですよ、たまに画面見てないんでね。たまにコメント見てて画面見てないんで失敗することがあるかもしれないです。なのでそれはね、失敗した失敗したシーンはね遊んでください。これ時間ないで飛びます。せーの、おい。そうで落ちない意外とですね、みんなこの主人公たち割と体力的にしっかり鍛えてるみたいなんで大丈夫です。さすがマッチョ。マイクはですね、まあ学級委員で、女子にモテモテなんですよ。非常にだからモテるんですね。ですがちょっとね軽いんですよ。ね玉切れです。さっきもありましたけど、その、まあ、三角関係四角関係なんですが、ジェスと付き合ってるんですけども、実はエミリーにもまだ手出してます。滑り込まれ。なのでちょっと嫌なやつです本当は。今ここのシーンだけ見る限りかなり勇敢な男に見えるんですけど、かなり嫌なやつですそれはまあ性格次第ですね。じゃあ、ここのねパッドで火をパッとつけます。シュッと、かっこいいでしょ。これももうライターになっちゃうんですよ。シュッと、まあ、これ PS4 の感覚的な操作ですね。パッドでシュッと誠実ゼロだな。まあそうね。さあというわけで、犯人らしき人を追っていってたところですね。マイクが追っていきました。タンクトップきついですね。さあというわけで、何か建物があるところで、場面が切り替わります。あ、そうですね。さあ一方変わります。はい、場面が変わります。ここから主人公がクリスになりますね。はい、ちょっと今日私ね若干クリスとこの服装にかぶってるんですけども、見えないかな。アシリー、はい、アシリー、厚切りジェイソンさんではありません。はい、クリスの説明しますと、まあ、クリスはですね、まあ、ちょっと性格的にはそうですね、まあムードメーカーなんですけども、大事な部分としてはここの主催者である、この持ち主であるジョシュの親友であり、そしてアシュリーのことをまあ好きです。はい、アシュリーもさ、クリスのことが好きなんだけども、お互い、その一言が言い出せない関係っていう感じですね。だお互いにずっとその友達の関係というかそれ以上の関係になりたいんだけど、それを崩したくないので言えないという関係でございます。で今ですね、何が起きたかというと、突然よくわかんない男にアシュリーとクリスは殴られたところです。でアシュリーが連れ去られてしまった後のシーンですね。はい、でちょっと暗くて見えるかどうかわかんないんですが、落ちてるものを見ると、小銭入れでしょうか、アシュリーのものですね。血だらけです。血だらけのものがありますので、ちょっとこの電気が消えた酸素の中から血をたどってアシュリーを、ちょっとほんと暗いな俺もちょっとプレイはしたんですけど、こんなに画面暗いと見えなくて見えなくて皆さん見えます？ちょっと明るくしますね。だいぶ明るくなると思います。あ、全部見えましたね。はい、
まあ、見えない方もいると思うんで、画面を今明るくしました。これで多分見えやすくなったと思います。ここ大事ですよ。あのホラーゲームね、暗い方が雰囲気が出るんですけど、見せる場合はねちょっと明るめにすること大事です。ホラーゲームの実況者の皆さん、こうよく覚えてくださいね。はい、なんだよ。さあ、そして、開けたら、そうですね、盛大なるこのケチャップですね。あ、くそ、まずい。こんなに汚してしまって、いやあれですね、今から言うのもあれですけど、Z 指定ですでも大丈夫、怖くはないです。私がついてますんで安心してください。私が悪いようにはしませんので大丈夫ですよ。きっと何人か生き残れるんじゃないかな。何人かはね、大丈夫大丈夫、頼むわ、任せてください。はい、私にかかれば、あ、全員生き残るか全員死ぬかです。さあ、さてさて、じゃあちょっと外に続いてるんで外に行きましょう。結婚らしきものが、ちょっと見えないけど、やっぱりほらね、どっちかがいいじゃん結婚が続いてますね。この出血量大丈夫でしょうか。アシュリー、さあちょっとここで結婚が左側に行ってますね。ちょっとこれを追っていきましょう。まあ、怖がらせないふうに言ってますけど、実際ね、怖がるし、怖いシーンであえて今から出ますよとか言いませんのでね、今前もってこう身構えておいていただければと思いますね。なので突然来るシーンはですね、まあフラグですけどもね。何なんだよ。え、何なの。言ったじゃん、言わないってね、怖いし言わないって言ったでしょ。まあいたずらですね、いたずらがありますけど、その先には泣きそう、大丈夫でしょ、全然怖くない。さあこのトーテンポール、どんなトーテンポールかな。死だったら嫌だね。さあ見てみましょう。死のトーテン、誰かが今吊るされてるシーンが見えました。誰だったかな、誰だったかな今の。あくまであれは予言なので、選択肢を間違えると誰かがああなりますよということです。回避は可能です。はい、見なかったことにする、大丈夫じゃん。でも分かんないよ、あれは死を司るものであって実際死ぬかどうかはそれはやってみないと分かんない、うん、まあ雪山といってもそのかなりすごい積もってるわけではない。まあ歩くことができればいいのね。ちょうど寒くなりたってたかな。そう、回避は可能ですけど回避するとは言ってないですね、言ってません。怖いよ本当に、大丈夫。怖いのはね、その怖さっていうのは好奇心に変わりますんで大丈夫です。最初ね、そうですよ、ちょっと今プレイやめますけど、最初はね、人間だっていうのはみんなね、火が怖かったんですよ。怖い、火が怖いんです、獣は火が怖いわけです。ですがある人にね、火をね、好奇心から火をつけて料理をしたりとかね、身を明かりとして使った場合、そのまま人間に浸透してたわけですよ。最初は好奇心から入るもんなんです。さあというわけで、結婚がですね、あるこの建物の中に続いております。さあ行ってみましょう。そうですね、早速何かいろいろなものが吊るしてありますね。はい、いろんなものが吊るしてあります。いいですねこれ。そしてアシュリーの鳴き声、このまま歩いてて大丈夫でしょうか。さあアシュリー、あー今行くから話し続けて、何があったんだ。動き、クリス、
やばいですねこれ。さあ、アシュリーとジョッシュが捕まっております。音がちっちゃいな。ちょ声ちっちゃいね。うん、はい、レバーが手前にあるので救いたい方を選んでくれということです。さあどうする皆さん、親友を助けるか片思いっていうか好きな人を助けるかです。さあみんなどっち。頭が女、そうですね。さあどっちを助ける。女だな。アシリーを助ける、アシリーを助ける、アシリーを助ける。私の中でジョッシュはホモという設定すれば、ジョッシュじゃねえや、クリスはホモという設定ではジョッシュを助けるもありだと思います。さあどっち、どっちがどのカップリングが好きだ。みんなどっちがいいどっちがいいアッシュ、アッシュ、はい、じゃあアッシュにします。しょうがない、じゃあアッシュにしますよ。いいの本当にアッシュで。じゃあアッシュ助けます。絶対助けるよ、死なせるもんか。よかった、やめろ。こんなの正気じゃない、どうかしてるよ。ちなみにここで助ける方に、じゃあアッシュを助けますよ。倒します。これはちょっと規制ですね、ちょっとさすがにちょっと出せないので、はい、規制させていただきます。これ仕方ないですね、これ普通に放送にも絶対載せられないですからねこれは日本規制ですね。はい、はい、というわけで、まあ、エミリーが結構気が強いんですけども、バッと仕切って、場を収めました。エミリーは非常に気が強くてすごいヒステリックなんですけどもね、マットはもう言うことを聞いてるだけです。ちなみにこの部屋にあるもの、はい、瓶の中に今雲がいますね。で、右側にこれ多分
臓器内臓が瓶に入っております。でさらに奥にさっきピエロがいたと思います。これはですね、実はそのこのゲームをプレイするときにこの先生の中のね、まあ、診断テストしたときに自分の怖いものですね、心臓か、怖いものを決めるとここにその怖いものが並びます。でおそらく、このゲーム、ここまでデータを進めてくれた方はですね、雲が嫌い、ピエロが嫌い、内臓が嫌いというものを選んだと思います。ちなみに私はゴキブリとゾンビと内臓でしただから私は瓶の中にあのゴキブリがいっぱい詰まってましたし、ゾンビもいました、はい。まあ、だからここは人によって変わります。で、まあ選択肢ですけど、まあどうですかっていう今日の、ね、生放送、あ、非常に順調でございます。ちょっと音はちっちゃいのかね。何が言いたいんだと、何が言いたいんだ貴様。君を助けたいんだ。君がしているこのゲームは君にとって決してメリットのあるものではない。いや私に、ね、それにこのやり方では君の忠誠心が全く感じられない。私はこの結果に満足しているぞ。それでも何か言うのかね、ドクター。今の結果に満足しているぞ。まあそんな感じで今ちょっといろいろドクターが怒っておりますけれども、俺の自己満足のためだけに続けるつもりだ。ここは私は続けたいとこのゲームを続けたい。ここにあなたは存在しない。顔芸がすごいですよね顔芸がすごい顔芸なんですよねこれまでのアンテルドン、この声なんかこれナレーション欲しかったね、確かにね。なんか いいあれがないかな。サムと、ジョシュ、2人で地下でイチャイチャしていて、その後ビジャーボードでサムは、お風呂に入ります。はい、サムは消えます、バイバイって。そして何ですか、歯医者さんのシーンです。歯医者さんのシーン、あ、停電になってしまった。そして、その後ですね、マイクですね、マイク、マイクさん、マイクさんです。はい、マイクが外に出て、銃を構えたらいなかったから追ってって、その結果このなんか山で見つけちゃった、これ見つけちゃったよこれっていうところです。はいはい、完璧なナレーションです。チャプター5、今日夜明けまであと6時間。全然わからない。完璧だったね。これはマジでやばい。完璧なナレーションでした。誰雑ね。僕は冬でもランニングさっていうね、元気っ子のマイク。予言のワンコ、いいとこ言うね。あなたはいいとこ言いますね。多分あなたはその推理力があれば2時間は生き残れます。 DD ではありません、 DD ではありませんぞ。これはダイヤモンドドックスじゃないぞ。さあ高いところに登って、夜明けまであと6時間です。6時間の中でこの8人生き残れるのでしょうか。さっき、ジェスはですね、さっき、どっか怒ってちゃいましたけど、生きてるかどうかは分かりませんと。さあそれでは、この怪しい建物にですね、犬を連れた人物が入っていたので中に探索していきたいと思います。そうですね、まあ探索、
まあ、建物に入り方実はですね、複数というか2種類あります。正面から入るか裏口から入るかというのがあるんですが、そこもちょっとそこでまた手に入るアイテムも違います。アイテムというかその情報も違いますし、展開も少しだけ違います。まあ、そこは皆さん次第でですね、ご自身でプレイした結果どっちかを選んでいただければと。今回は正面から行こうと思います。さあまたトーテムポール。はい、ドン。今のはマットかな。今のスカジャンはマットか。マットが何をしていたのか、何してたんでしょうね。全然わからない。私にもわからない。なんだろうな。まあ、それは後でわかるんじゃないかと。まあ、幸運というわけなので、あれをしてるとなんかいいことがあるんじゃないのかと。そういうことですね。私にもわからない。マットが立っていた。マットがなんとかしてた。ライフル捨てた。ライフルは弾が入ってなかったんで捨てました。もうさっき一発撃ったら一発しか入ってなかった。じゃあ今回正面から堂々と入ります。まあね、ちょっとアンテルドーンを皆さんにですね、こういう頻度に気に入っていただいたら ぜひですねプレイしていただきたいんですけど、まあ、私も個人的にですとね、どっかでプレイする機会があればね、皆さんにお見せしたいとは思っております。そう、本体ごと買っていただくといいですよ。損しないと思います。さあ、鍵は閉まっております。はい、無理ですね。ここは開けられない。じゃあちょっと、まあでもちょっと今私サクサク進めててね、本当はもっと寄り道したとしてもいいんでしょうけど、ちょっと今回はね、皆さんにいいシーンを見てね、迫力あるシーンを見ていただいて、購入意欲とかね、購買意欲をね、ぜひこう煽り立てたいと思ってますので、サクサクやってますが、結構ね自由に歩き回ってもいいゲームでございますので、まあそういう商売してますからね。はいはい、なんか謎があるんですよ。ここの雪山にはいろんな謎があります。ただの山荘ではなくて、ちょっと歴史があって、そこでいろんなことがありました。それに関しては、いろんな落ちてる資料を読まないと分かりません。ここはどうやら、そうですね、まあ、診療所というか、まあ、病院みたいな場所だったんですね。どんな人がここにいたのかも分かると思います。過去に、まあ、もうこんななってますけど、過去にどんな人たちがここにいたのか。まあ、完全にもう、廃墟と化しておりますけれども、ちょっと探索してみましょうか。何かあるかな。なんか音も嫌ですね。犬のような声もするし。何か光ってます。これもせっかくなのでチェックしましょう。新聞を取って、それを自分でめくると、ペッと。こんな感じで、まあ、いろんな文章が出てきまして、そこになんかいろんな背景があります。まあ炭鉱にね、落盤によって、3週間閉じ込められた人たちがいたとか、そういった話が書いてあります。ここは自分で読んでね。はい、まあ、背景がここに書いてあります。なんでこういうことになってるかと、まあ、それがちょっと断片的に出ているので、全部集めて、まあ、見れば何があったのかっていうのが分かってくると思う。うん、さあ、そしてさらに奥へ進みましょう。そうですね、アーカイブ的なもんです。まあ、ちょっと私がずっとコメントばっか拾えないので、保管できる方がいらっしゃればちょっとお願いします。私も完璧ではないので、もちろんここにももちろんまた資料がありますね。はい、まあ診断書があります。まあ、落盤で閉じ込められた人が、まあ、精神的に異常をきたしていたと。まあ、それで被害者は12人いたという話が出てきますね。
まあ、いろんな症状があって23日間も閉じ込められてたと。はい。でこんな処置を受けましたっていうのもここで話をしています。まあ、その人たち今どうなったのかなっていうのが気になるところですけど、うん、私とプレイしたい、私とプレイをしたい。やめてください、私は既婚者ですよ、ちょっと危ないです。その、ね、まあ、既婚者である方と一緒にプレイをすると、うん、そうですね、ちょっと危ないですね。これ一応公式放送ですかね、これ以上はやめていきましょうね。私も興味はあります。さあそしたら地下に降りていきましょう。地下かな、うん、降りていきましょう。地下に行って、まあ私大体ね、あの怖がるシーンになったら急にこうおとなしくなったりするんで、まあその辺フラグだと思っていただければね。ガシッ、刃物です。みんなね、勘違いするんですよ。武器を手に入れると安心する人が世の中には多いんですよね。ほらホラーゲームのなんですけど、武器を手に入れるということはその武器を使わなきゃいけない、ね、状況がこの先出てくるということです。つまり安心ではないんですよ。ね、これって心理的にそうでしょ。安心する気がするんですけど、武器を使わなければいけないというゲーム脳です。むしろ危険が待ってるということです。いや怖いですね。まあ現実では武器あった方がいいと思いますけどね、ゲームだとそうはいかないと。大きな四足歩行の何かがいましたと。今四足歩行の何かが、さあここには何かがあるかな、光っております。まあまあ、漫画のマスターキーケットでもありましたけど、人間は犬には勝てないと。確かに犬には勝てない、訓練された犬には絶対に人間では勝てません。ですから犬は本当はすごい怖いんですよ。マスコミになんて詮索されたくないわけだ。まあいろいろ情報があります。はい、電報が打ってありますね。カタカナです。非常に読みにくいですね。現状報告、療養所にて12名の生存者 を収容したよ。生存者にはハトラウマの兆候ありあるね。報道陣には嗅ぎつけられそうだ。問題になるからセノワンシジムを求む、適当に読みました。ちょっと適当に読んじゃいましたけど、まあ仕方ないですね。まあ、これを読みたい方はご自身で。そうあるね、私そうあるよ本当。でもね、みんな餃子言うけど餃子じゃないからね。うん。骨骸です。骨骸がいます。背が高い。背が高いカルボーンがいました。これは恐怖演出ですね。あれみたいな。シャレ神戸さん、まあさっきのシーンをね見ていただく限り、この、まあ、猟奇的なシーンもあるんじゃないかなと思うんですけども、なんか向こうに椅子があるよ、でも光ってるよ。さあ尺があるんですね。すいません、今日は尺が、この動き、サライですね、これね。サライですね、これね。さ、手を振っております。24時間テレビ。サライなんですけど、これはですね。なんか手がついております。こんなもの食わせてたのか。そうなのね。痛い。ベアトラップです。今指が食われちゃいました。さあ武器があります、武器があります。はい、これで罠を開くか指を切るかです。皆さんどっちがいいですか。罠を開くか指を切るかですね。さあどっち、罠切る、罠開く、じゃあ罠を開きましょう。
と折れました。さあちょっと折れちゃいました。さあ罠を開くか切断するかどっちですか。開く、罠、罠、開け、開きますか。じゃあ開きます。また折れちゃいました。もうちょっとしか残ってないです。さあどうしますか皆さん、開くか切断するか。開く、開くか。じゃあ開きます。大丈夫ですか。私としては切って欲しかったんですけど、ね、皆さん頑張りましたね。ちなみに先に申し上げておきましたバタフライエクトロですが、まあ今武器を失ってしまいました。はいね、折れちゃったので、はなからここを調べなければ何も起きませんというね、一番いいところで前半の実況を終了したいと思います。一回休憩ですね。はーい。いや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 、はい、というわけで、ね、前半はね、戦はここでいい時間となりましたので、まあまだまだ後半戦ありますんでね、ちょっとお待ちくださいね。楽しんでいただけたかと思います。いやね、選択肢次第で、ね、主人公たちがひどい目にあったりひどい目に合わなかったりするんで、この非常に楽しいゲームでございます。というわけで一旦ここで CM に入りたいと思います。じゃあ CM をこちら皆さんご覧ください。どうぞ。